突然ですが、今あなたが考えていることを当てましょう。どうやったらハリウッドスターみたいな上腕二頭筋や腹筋を手に入れられるのか、じゃないですか。こういうのは心苦しいんですが、体の前面ばかり見栄えを良くしてもしょうがないんですよ。バランスの取れた素晴らしい体型を手に入れたいなら、背中にも注意を向けてください。今回はそのための動画をお送りします。背中の筋肉を鍛えることのメリットは、見た目が良くなることだけじゃありません。筋力と持久力のバランスを取り、自身の体を最大限に活用する一助となるのです。まずどの筋肉を太く大きくしていくべきなのかを知りましょう。メインの筋肉は広背筋です。いわゆる背筋ですね。そして僧帽筋、後部三角筋です。広背筋は群を抜いて大きい筋肉で、実際上半身で最大の筋肉です。背筋を早く鍛えたいのなら、広背筋に焦点を当てて鍛えましょう。もちろん僧帽筋と後部三角筋も忘れずに。背筋下部はかなり複雑な筋肉群で構成されており、背骨を支えたり激しい運動をするのに必要な筋力を生み出します。鏡で見てもあまり筋肉があるように見えないかもしれませんが、実際のところこの筋肉はまさしく体の核となる筋肉で、脊柱にダメージを与えることなく重いものを持ち上げることを可能にさせているのです。それではそろそろ始めましょう。まずは当然ウォームアップから始めてくださいね。どんなトレーニングをするにもウォームアップは必須ですが、背中を鍛える場合は特に重要です。背中の筋肉を傷つけてしまえば、最悪神経や脊椎にも損傷が及ぶかもしれず、深刻な事態を引き起こす可能性があります。自分を大切に。では背中のストレッチが終わったら、この運動から始めましょう。1、グッドモーニング。はい、これがこのエクササイズの名前です。このエクササイズは必ず最初に行いましょう。というのも、体力満タンの状態でやってほしいからです。後に回してしまうと、正確にやれるだけの筋力も持久力も足りなくなってしまいます。それでは効果が半減してしまうんです。両足を肩幅に開いてまっすぐ立ちましょう。軽めのバーベルを持ったら、肩あたりでホールドしてください。慣れないうちはバーベルなしでやっても構いません。その場合は両手を頭の後ろに置きましょう。お尻を突き出し、若干膝を曲げた姿勢で肩を後ろに引きつつ、上半身を前方に傾けてください。背中は完全にまっすぐな姿勢をキープするように、太ももの後ろ側の筋肉が張る感覚が得られるまで傾け、その後戻ってください。グッドモーニングエクササイズは、背筋下部の筋肉の他にハムストリングスも鍛えられ、今後のトレーニングに必要となってくる背骨をサポートする筋力をつけてくれます。このエクササイズにおいて最も重要なことは、腰を曲げたり正面を見ようと首を持ち上げてはいけないということです。前方に傾けるときは、首はニュートラルな位置をキープし、傾きが一番深いポイントでは床を見るようにしましょう。このエクササイズを5回3セット行ったら、次のステップに進みます。2、懸垂。懸垂は広背筋がターゲットでありながら、背中の他の筋肉も鍛えられる有名なエクササイズです。実はバーを握る両手の感覚を広くすればするほど難易度が上がっていき、より負荷をかけられるようになるんです。それではやり方をお教えします。顔に手の甲を向けるように懸垂バーを握ってください。腕をまっすぐにしてバーにぶら下がるようにしましょう。バーが低すぎる場合は、膝を曲げてクロスさせれば邪魔にもならず、下半身がぶら下がった状態にできます。頭は少し後ろに傾けて、胸は突き出すようにしてください。体を持ち上げるときは、背中の筋肉を意識しましょう。顎がバーより上まで上がり、胸が触れるまで持ち上げます。ゆっくりと正確な動きで、体を最初のポジションまで戻しましょう。これで1回です。あなたが今できるマックスの回数までやりましょう。それを3セット繰り返してください。1セットごとに回数が少なくなっても問題ありません。筋肉は鉄ではできていないですから、限界は必ず来ます。できなくなるまで続けて数分休み、また繰り返しましょう。3、バーベルロウ。このエクササイズでは、最初にお話しした背中の筋肉すべてを鍛えられるため、
大きく強い背中を得るには最適です。重量は重くなりすぎないように、自分に合った重さでトレーニングしてください。さもなければ腰を痛めてしまいます。もしもエクササイズ中痛みを感じたならすぐに中止して正しいフォームを見直してください。バーベルの正面に立ち、肘を若干曲げた状態でバーベルを持ち上げましょう。床から持ち上げるときは背中をまっすぐに保ちながら足の力を使ってください。まっすぐに立ち、それからお尻を突き出して前傾姿勢をとり、バーベルを膝の高さまで持ち上げます。口を酸っぱくして言いますが、絶対に背中を曲げないでください。腰に負担がかかります。そのまま腕と背中の筋肉を使ってバーベルをお腹のあたりまで持ち上げましょう。バーベルを元の場所に戻して繰り返します。バーベルを落とすぐらい限界を攻めて3セット。休憩は1分間取ってください。バーベルを落とさないでくださいね。危ないですよ。4、ローンモアロー。芝刈り機の異名を取るこのエクササイズは背中の横側をそれぞれ鍛えられます。小さな筋肉を鍛えるときは筋肉をより感じながら負荷を調節できます。ダンベルを床に置きましょう。あなたは横になりませんよ。右足で大きく一歩前に踏み出してください。左足は後ろに伸ばしましょう。曲げた右膝に右肘を乗せ前傾姿勢をとってください。それからダンベルを左手で持ちましょう。肘を曲げられるだけダンベルを持ち上げてからまた床に下ろしてください。これで1回です。このエクササイズでは肘のサポートがあるので他のエクササイズに比べ背中をまっすぐにと厳しくは言いません。とはいえ正しいフォームを維持することは大事です。自分ができるマックス回数を4セットやりましょう。左右それぞれ2セットずつ、合計4セットの計算です。左右の回数は同じにするようにしてください。左右非対称な背中にはしたくないでしょう。5、ニーロール。このエクササイズで今回のトレーニングは終了となります。ターゲットは体幹と、またも背筋下部です。実際のところ腰痛を持っている場合痛みが和らぐようになりますよ。このエクササイズは背中を鍛えるトレーニングの始めか終わりにやるのが最善です。体を安定させるため横になって腕を伸ばしてください。両膝を曲げて足を折りたたみましょう。その姿勢で両足を骨盤ごと右に倒してください。右膝が床に触れるようにしてくださいね。肩および上半身は床にしっかりとつけるようにしましょう。数秒この姿勢をキープしたら元の場所に戻り、そのまま止まらずに左側へ倒します。このエクササイズはできるだけ長く、骨盤に負荷がかかってきたなぁと思うまで続けましょう。さてこれで背筋トレーニングメニューは以上です。勘のいい人ならメニューにループ性があるのに気づいたかもしれませんね。最初と最後のエクササイズのターゲットは背筋下部であり、間に背筋上部がメインの3つのエクササイズを挟んでいるんです。偶然ではありません。最初に言ったように背中を美しく見せるためには背筋の上も下も同様に鍛える必要があります。ですがもっと重要なことは、背筋下部は体幹を支える重要な筋肉なのです。歩いたり持ち上げたり座ることを可能にするのがこの筋肉です。だからこそ最初は慎重にイージーモードで始めることや、トレーニングの最初と最後に腰回りの筋肉を鍛えることが大事なのです。また背筋をより早く簡単に育てたいというなら、次の簡単なルールを守るようにしてください。まず毎日このトレーニングをしたりはしないでください。適度に休息をとり、2日か3日に1回のペースで鍛えましょう。その間に別の部位をターゲットにしたトレーニングを行うことは問題ありません。そのようにして適度にバランスをとりながら肉体を育てていってください。あなたの背中は成長するために休息を必要としているのです。次にどのエクササイズであっても過度な運動は禁物です。少しでも体に痛みを感じたり不快感がある場合、特に腰回りなら早急に中止してフォームのチェックを行いましょう。正しくやれているのに痛みが続く場合は別のエクササイズに切り替えてください。そして最後に、今回おすすめしたエクササイズはウェイトを追加したりちょっとした小技を加えることで手軽にアップグレードできます。バーベルやダンベルを使った運動で
何回数をこなしても簡単すぎると感じたなら重量を増やしてみましょう。懸垂なら握る感覚を広めにとってください。こうすると腕にかかる負荷が軽くなり、その分広背筋に負荷がかかるので背筋が鍛えられます。とはいえもう一度言いますが、無茶は禁物。体と相談して行いましょう。さて他にも大きな背中を手に入れられる効果的なエクササイズをご存知ですか？ぜひコメント欄で教えてください。この動画で何か新しいことを知れたなら、高評価とお友達へのシェアをよろしくお願いします。ああ、ブラウザの戻るを押す前にもう一つだけ。ブライトサイドでは2000以上のクールな動画を公開しています。よかったら今表示されている左か右の動画をクリックして楽しんでください。ブライトサイドで人生をもっと明るく。